はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、シュライグです。さあ本日なんですが、診断で追加された超絶中二病ぶち壊れモンスター鉄十式強襲機動兵装回ブーケファルツ2というモンスター、皆さんご存知でしょうか。かっこすぎじゃないこのモンスター。このモンスターかっこすぎだろ。トライブリゲードアームズ鉄十式強襲機動兵装回やぞ。ブーケファルス、まあ、ブーケファルス、ファルス2の意味はちょっとよくわかんねえけど、すげえかっこいいじゃないですか。これをね、今日はね、使っていきたいんですよね。はい。でね、このカードね、はっきり言いますよ。マジで出しにくいし、大して強くないです。ぶっちゃけ、かっこいいんですけどね。まあ、強くない、なんかね、まずそもそも出しにくいんだよね、めちゃくちゃ。自分のもちろんトライブレゲードの魔法トラップカードが2枚以下の場合、エクストラデッキは得しかできないっていう効果があって。だから、要するに、魔法トラップカード3枚貯めろと。3枚以上トライブルゲード貯めろって言ってんすよ。魔法トラップカードで。いや、なかなか難しいっすよね。普通の構築だったら、ちょっとまた新規カードね、ロアってカードが来るとまた別なんだけど、今現状、トライブルゲード魔法トラップカードを3枚以上貯めるってかなり難しくて、まあ一応、キットとかの効果とかでトライブルゲードカード墓地送ったりとかできるんだけど、いや、言うてるあんま強い魔法トラップ、そんなないんですよね。まあ一応、リボルトが強いですけど、まあ、リボルト3枚使うって相当だから、まあ、そんなことはなかなか起きないし、だからね、結構強引にドライブリゲード魔法トラップカードを使っていく必要があって、あと、キットを落としていく必要があって、一応、今回はキットの効果を、なるべく無限に使って、ドライブリゲード魔法トラップカードを落としていって、これ出したいって感じですね。で、効果なんですけども、自分のがモンスターの特殊召喚に成功した時に、相手は効果が届きないよっていう、まあ、効果。まあ、リンク召喚とかを邪魔されないよっていう効果とかと、あと、モンスターの攻撃宣言時に、このカードおよび相手フィールド上のカードを全部除外するよっていう、はい、まあ、これはちょっと強そうですね。モンスターの攻撃宣言時だから相手からの攻撃でもいいし、自分から攻撃してもいいし、まあ、どれが攻撃してもいいから、だからまあこれは2番はまあ結構強そうだし、あと3番も結構まあそこそこ、このカードが墓地を送られた場合エクストラ的から、ケモナーを、墓地を送るよっていう効果ですね。だからまあトライブリゲードベアブルームとか、まあフェリジットとか送れば、まあ、一応アドバンテージは稼げるかなというところなんですけども、これね、致命的にね、2番と3番がね、噛み合ってないんだよね。このカードが墓地に送られないんだよね。2番の方が使っちゃうと。致命的に、噛み合ってないし、しかも除外するんなら選んで除外するシュライグさんがいるから、基本的にシュライグさんでいいんですよ。基本的にはね。まあ、全部除外することができるんで、めっちゃそれが強いですけど、対象取らないし。だけど、なんか自分どっか行っちゃうし。ああ、なんかそこがな、なんか、ってことなんですけど、まあ一応いいところは、リンク後なんですけど、トライブリゲードモンスターの効果で出せるんで、まあ、これを、墓地に溜めさえすれば、この人たちの効果で、まあ、特殊召喚できるって感じですかね。墓地の獣を除外して出すっていう効果ね。はい。はい。それを今回は使っていこうというふうに思っております。はい。で、僕、鉄銃そんなに詳しくないんで、ちょっと回し方、かなり怪しいところあるかもしれませんが、ご容赦ください。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。よし、フラクトル来た。トライブリゲードたちの結束の力を見せてやるぜ。デスピア風情が今流行ってるらしいけどな。B セットやらなんやらかな。あんなホールから生まれ出た闇の力に屈するわけにはいかない。フラクトルの効果によってキットを墓地を送ってキットの効果を発動。キットの効果によりナーベルを墓地、そしてナーベルの効果によってトライブリゲードモンスター一体をテクナに加えることができる。これによってトライブルゲードテラスを手札に加えていく。そしてテラスを召喚。これ一応ね、ここ無限法要って言われても一応なんとかなります。はい。なんでかっていうと、この最強の速攻魔法があるからですね。ちょっと一旦様子見るか。フラクトール除外して、多分これ無限法要って言いたくなるだろう。なそうだね。なんか全然なさそう、なさそうな気配しかしねえや。まあじゃあ普通に強襲で適当にモンスターしようか。リューリクを、これはまあモンスター数稼ぐっていうだけですね。でライトハート、あとリュリクロン出したとこ間違えたのか、大丈夫かな。先にエルフしないといけないな。先にエルフしないといけないな。こうだな。あ、ちょっと待って、これ出すと間違えた。ちょっとリュリクロン邪魔だな。リンクさえできるか。こう、ちょ、すげえ適当になっちゃった。まあでも DD クローが対象にならないとか意味わかんない状態だってこれ。
別にケアしたわけじゃないんだけど、別にそんなの、そんなのどうでもいいんだけど。で、トライブリゲードキット特集。ちょっと、手札に獣がいないので、まあ、ちょっとあんまり展開伸びない気がしますけど、まあ、ここ、とりあえず、一回、こうするしかないかな。まあ、一応、リボルトは持ってこれるからね、どっちにしてもね。で、そうですね、ベアブルーム。で、まあ、普通にそのまんまアポロサでいいんじゃないかな。ちょっとハンド強いし、ゾウジーと無限包囲をどっちも残しといた方がいいと思うんで、これ一回こうしまして、で抹殺の指名者を返して、リボルトを拾いましょう。はい、でリボルトでこれで、魔法トラップカード2枚になったんですよね。実質墓地にトライブリゲード魔法トラップカード2枚ですよ、これで。一応ね、だから次のターン1枚どっかで使うか、まあ、キットの効果でトライブリゲード落とせば、まあ、ブーケファルスの召喚条件は整うと。墓地にトライブリゲード魔法トラップカードが3枚というあまりにもあまりにもクソみたいな条件、まあ、ロアっていうね、あの速攻砲が来たら結構いけるんだけど、それがない状態だとね、こうやってなんか意味わかんないね、あんま強くないね、トライブリゲードの魔法トラップ使っていくしかないんだよね。うん、とにかく OK 通った。ゾウジーナイス、ゾウジー通ったのはナイス。アルバス、アルバス、これは無限包容。はい、抹殺って言われたらもうリボルト打つしかないんだけど、はい OK 大丈夫。はい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 、オッケー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 。まあ今一応あれか、アポロウサからの今殴られたくないんだよね、あのアポロウサを。とにかくアポロウサを殴ってから勝利とかしたされたくないから、まあ一応まあリボルトがあるからね、あのな殴ってくるとしたらそいつを除外してればいいけど、今はまだ。とにかくアポロウサ全力刺繍しないと妨害がなくなっちゃうんで。あー、なるほど、オッケー。開幕で手札一枚捨てて、まあアルベル出てくるのかな、多分ラクインデスピアですよね。ビーステッド入りのとかなのかな。まあ、一応、私のデッキは、本当ライトハートぐらいですよね。ライトハートぐらいです。ライトハートくらいしかして、属性が光は見えないんですよ。トライブルゲードってね、あ、まあ、シュライユがやめたけど、ほぼ墓地いかないから、だからね、ほとんどね、ビーステッドはもう食らないから、このデッキ。それがいいところですね。まあ、ちょっとライトハート絡めると、ちょっと踏んじゃう時があるぐらいで。あ、まあ、DD クローもあるか。DD クローもあるけど、まあ、言ってあんまね光闇使わないから、まあ、除外されても特に痛くはない時が多いな。だからビーステッドは意外とさばける。うん、あと除外できるしね、ビーステッドもね。なんでかっていうとシュライグさんがイケメンだから。はい、さあ相手ここで赤の楽園だと。まあ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 、でも言うてこれ、ま、なんか、あ、やばい、アルバスいるじゃん、アルバスいるのやばいなこれ除外しないといけないやつか。いやでも、あ、出てきてからいいか、出てきてからそいつの効果か、そいつを無効にすればいいわ、大丈夫だ。これまあルベリオンでしょ、多分。多分ルベリオン出てきて、でまあルベリオンの方が無効にすればいいので、まあ、あんま関係ないから。あ、リンドブレムだるだるだるメルクーリエ、やばい、ちょっとやばそうな動きしてるな。まずいことが起きてきた。やばい、スプリガンズキットを手札にこうやられちゃった。まずいぜまずいぞ。いや今これあれだったら除外しとるべきやったか、赤。いやこれ絶ミスったタイミングじゃ。キット効果はまあ言うて止めた方がいいけどな。これリンドブルムいるとね無効になるんですよねだからこれはちょっと待ってね、だから これはねこうだね、こうしてリボルトでリンドブルム飛ばそう。リンドブルム君がなんか突起できるだから突起できるなんですよ。なんか要はエクサから出てきたモンスターの効果発動した時に効果を無効にしてなんかその後そいつバウンスするかとか選べるんですけど、リンドブルムが今ちょっとアポロサの方が実質無効にってあって、だこれで、リボルトで出してきたシュライグの効果を
チェーン1にしちゃえば無効できないから、こうしたらいけるな。いけ、トライブゲート強調の主題。さあ出てこいよ、きっと特殊召喚に成功したらなんか楽園系のマジックトラップカードサーチできるぞ。やるじゃないか、いいだろ。チェーン1スプリガンキット、チェーン2強調のシュライグ、そしてチェーン3ナーベル、まあ、どっちでもいいか、これ別にどっちでもいいな、これ どっちもいいよこれで、ナーベルでケラ、あーキット、これで相手が突起できるなんで、これで無効にはできないんですよ。リンドモルム君の効果で、まあ、一応本当はエクストラデッキから出てきてるモンスターの効果だと無効できるんだけど、タイミングを出すチェーン順の処理によって無効にできないとよし、これがシュライグのパワー、シュライグに直接チェーンすることを許さない。よしとりあえずリンドブルマショッターで、ラクイエゴを多分持ってくるしかなくて、でラクイエゴ持ってきて1枚捨てる、で多分ラクイエゴでアルビオンでしょ、だからアルビオンの効果止めればいいでしょ。つまりちなみにもうお気づきか、すでに墓地にトライブリケード魔法トラップカードを3枚溜まっているんだぜだからなんだかそういうけど、さあ上がってこいよ。おっと、まあ、一応蘇生しとくか、メインフェーズ終了前蘇生はしておきましょう、まあ、次のターンのリンクス召喚をしたいので、まあ、キットを特殊召喚しておく。 OK、 まあでも次のターンでもよかったけどな、まあ、シュライクがいるから一応ドロー、矢の伏せカードだけケアですね、一応ね伏せカードだけケア、まあ、とりあえず演武天気を発動、演武天気の効果による重戦一足モンスター1枚を手札に加えることができる。そして、フラクトールの効果を発動、手札からぶん投げることによってキットを墓地を送り、そしてキットの効果を発動、キットの効果によってさらにナーベルを加えていく、あーじゃあナーベルを墓地を落としていく、でナーベルを、墓地を送っちゃった場合の効果によってキットを手札に加えていく、そしてケラスの効果を発動、ケラスの効果によりキットを墓地を送ってケラス自身を召喚、ここで効果発動、強調の主題歌の効果によりフィールドのカードを1枚を選び、ゲームからちょこい楽園追放、よし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 、いいぞ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 、いいぞ、素晴らしい。そしてトライブリゲードケラスの効果を発動、怖いものカードをゲームから除外し、召喚条件はトライブリゲード魔法トラップカードが3枚以上存在している場合、うおートライブリゲードアブスブーキフォルス2、かっけえマジかっけえ、マジかっけえな、マジでかっけえな、やばいわ、マジのイケメンだな、マジのイケメンだ、マジのイケメン。ケラスとキットでリンク召喚、でもちょ時間ね、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 やばい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 、ちょ時間ね、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 スプライトエルフの効果を発動、自分の墓地からケラスの方が打点高えな、特殊召喚打点足りてるかな、これバトル武器ファラス2は攻撃宣言時、このカードをゲームから除外することにより、すべてのカードをゲームから除外することができる。うおーっつーよっしゃー、これ足りてるこれ、1600、1600、足りてる、対戦ありがとうございました。これはブーケファルス活躍しただろ、おうブーケファルスかっこいいんだけどな、召喚条件重すぎなんだよな、召喚条件マジ重すぎなんだよ、もうちょっとさなんか出しやすくしてくんねえかな、かっこよかったから、例えばさなんかその超獣族獣族獣人族モンスター2体以上とかあったら割と出しやすいし、まあどっちにしてもドライブゲートの効果で出すから、まあそんなねあれだけど、ちょっとね魔法トラップカードが3枚以上存在する場合ってのはちょっと
若干面倒いでも2枚ぐらいできるわ簡単に。2枚やったらローは1枚できるもんなんだな。あとねリボルトとプラスなんかでいけるからいけるんだけど、ちょ3枚ちょっと多くないですかっていう、もうほんとロアありきの効果しちゃってるからあれだ。ちなみにこれ効果取られたら終わるぞ俺。テラス効果発動するけどいいか。あてか今一応 DD クロー捨てていた行った方がいいね。これエルフいけるから普通ミスった。なんで俺通称がしたんだ。やべえミスった。危ない、なんもない。おかめやミスった。今では絶対 DD クロス切ってから特殊召喚した方がいいですね。はい、ごめんなさい。じゃあトライブリゲードエアプランで。あんま知らないですよトライブリゲードの回し方。はい、なんかある。何これ。あービーステッドか。なるほど。まあ2枚あるから1枚ですか。2枚あるから1枚と。2枚あるんだったら1枚です。でウララ打たせるのは別にそれはそれでいい。まあ、ウララ打つんだったらフラクトに打ってるか。はい。で、ライトハート除外。で、出てくる。オッケー。で、ここぐらいなんだよな。あと、本当に。あと、DD クローか。DD クローとライトハートぐらい。ビーステッドタイミングが。あんま効かんないんだよね。ていうか、なんか、ワンドロー強くて普通にナーベル引いたから、なんかワンチャン展開伸びるんですけど、これ。はい。ワンチャン展開伸びる説で、まあナーベルでここは一回ベアブルーム出した方がいいね。ベアブルーム出しといて、でこれも今回またちょっと誘発によって手札ちょっと強いんで、まあちょっとベアブルームの効果を起動せずにいきましょう。でエルフで、エルフからなの、あ、フェルチット一応効果使ったか。1枚ドロー。まあ、でもあんま捨てない、してないというか戻さなそうだけどな。あー、なるほど。じゃあ、DD クローかな。いや、これが来ると、これが来るとね、その3ターン目にね、ブーケファルス出せることが多いんですよ。ちょっとくっつけましょう。あんまり普通は DD クローの方が強いです。ぶっちゃけ。普通は DD クローを持つのが強い。ただ俺はね、そういうことじゃないんですよ。それがやりたいんじゃないんですよ。俺はブーケファルス2が出したいんですよ。で、トライブリゲードキットの効果を発動だな。発動。で、2枚除外。はい、はいと。で、効果発動をチェーンして打っといて、で、1700よりも、低い攻撃力のモンスターを特殊召喚。これクロー、あ、クローじゃない方がよかったか。ビーステッドだもんな。ちょっとミスったな、これ。まあ、あんま変わんねえか。まあ、いいや。ビーステッドはもうなんか、うるさい遊べるわ。ちょっと、これ、DD クローを墓地に送んなかったので。闇属性なんですよね、DD クロー。これ一応ナーベルの方がよかったかな。でも、ナーベルデッキで残しておきたいってのもあるんだよね。ちょっと、難しいね。はい、で、まあ、ベアブルも効果発動。まあ、増資かな。増地残しといた方がいいね、これ。エフトベラもとりあえずいいよ。はい。まあ、通ったら強い最強のカードも残しておいて、で、セット。まあ、一応、結構ば、盤面的には割と妨害室のを用意することができていて、対象耐性の、ある効果無効が3回と、あと、リボルトで1枚選んで除外するのと、まあ、次のターンのリソース確保できるのと、総流で1枚バウンスなんで、割と、まあ、ご妨害ぐらいは、まあ、構えられてはいますけどね、一応。で、リボルトで、ウーサーを殴るとかできないから、しかも無限保有打てねえし、ウーサーに。なんか割とね、これね、結構強いと思います。で、ドローフェイズでこれをぶん投げていく。OK。で、これでビーステッドが出てくると思われるので、でしょうね。はい。OK。マグナムートの効果は普通に無効にできるんで大丈夫。まあ、出てこない方がいいよね、マグナムートは。さすがに。出てこられるとめんどくさいんで、これはこうして、で、まあ、マグラムートで殴ってくるようだったら普通にバウンスもできるし、まあ、リボルトでもいいかな。ちゃんとね、一応正規召喚してるんで、あのトライブリゲードフェリジットちゃんを。だからフェリジットを巻き込めばリンク4まで伸びるんですよね、これ。あの盤面が3個でも。リボルトって結局、あ、メインフェル終了前か。なるほど。じゃあ殴ってくるんだ。これ殴ってくるのはいいよ。これスルーでいいんじゃない。これ除外して、まあそうだね、除外して、でもこれ除外してバトルフェンス終了前に拮抗勝負とか打たれたら俺目も当てらんないけど大丈夫かよ、これ。はい。はい。
ここ、OK。そして、召喚条件は、なんか、獣2体以上、現れろ！トライブルゲート、象徴のシライク、リンク召喚、成功値、効果発動。効果発動。あ、まあ一応、象徴のシュライグは、まあ一応チェーンの最後にするかしないか問題は、なんかハウフニスとかをケアするかどうかみたいなことがあるんですけど、まあハウフニスがフェイトでの効果がなんかね、取り替えになるからみたいなところで、まあこういうとか、こういうことすると、うららとか食らうし、まあなんかうらしとか食らうし、みたいな。まあ何をケアするかによって、このチェーン順は考えてください。はい。で、キットの効果で、これで、魔法トラップカードを送るという意味わからない、意味わからないムーブをして、で、ナーベルの効果発動。デッキから手札に加えるのは、まあ、キットでいいか。はい。で、フェレジット効果でカードを1枚ドローして、クローを戻していく。そして、シュライガーの効果によって、ビーステッドを除外。オッケー。これで、拮抗勝負はさすがにやばいぞ。オッケーオッケーオッケー。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。そんなにうまくなかった。危ない。それやられるとマジうまいからな。で、総流効果で、レッドは戻していきましょう。オチを送るのは、これでいいかな。はい。で、ちょっとレッドくん戻ろっか。戻ろっか、レッドくん。はい、ありがとう。さあ、こっからスターターとか言われるとやばいぞ。おっと犯罪だろ、それ。お前。お前それ強すぎるだろ。やばいこと起きた。いやまあ一応ウーサか。まあもうウーサは別にどうでもいいから殴られねえし、でアージェルスも出ねえし、まあちょっと止められるとこだけ止めていこう。いやーこれチェンジやがったらね、ウララ打つんだけど、ウララとかアンコウーサに打つんだけど、いやーこれ3枚出るのきついか、さすがにやばいかな、これ3枚はやばいね、さすがにね。こっから宇宙想像できるよ。そうだよね。うーわやばすぎ。うわ一生モンスター効果消えられた。スプリンド効果発動、まあ、ここは一発うらら打って、で、レッド止めてきた効果はフォローウーサにいて。はい。で、まあ、多分これレッド使ってくるでしょ。じゃないと展開伸びないもんね。使ってこないかな。使ってこない説もあるんだ、これ。温存説もあるか。言うて。さあ、どうする。あ、レッドね。オッケー。で、レッドで、素早い。送るけど、まあ、これをウーサで無効にして、これで一応、まあ、展開はかなり厳しいと思うけどな。うん。まあ、まだ展開できそうだけどね、全然。まだ展開できるのやばいだろ、このデッキ。よかったわ、バトルフェーズなくて、お前。バトルフェーズがやるさ、お前。あれだ、これなんか、適当にさ、なんか、あれだよね。なんか、バブンってなんか、エクシーズされて、で、殴られて、で、さあ、あ、これ、フェリジットの方がいいか。フェリジットの方が良さそうだ。フェリジットの方が良さそう。ちょっとアポロウーサーどかしたいですよね。アポロウーサーをどかしたいから、次のターン、アポロウーサーとフェリジットでリンクさんにしちゃって、リンク6出るな。まあ、リンクさんとか出して、で、ちょっと、あ、盤面開けていく感じかな。はい、リギアンティックスプライト OK。それは止められないです。もう、さすがに。このエフェクトベーラー握ったら神なんだけど。やる。しかしこの手数多いね、このデッキね。すげえわこのデッキマジで。このスプライズとかいうさデッキマジやばい。てかスプリンドもやべえし、普通にアンコ、まあ俺も入れてんだけど、アンコを変えるはマジ犯罪。まあ、マジで犯罪。クソ強い展開力やばいわこれ。先行取れたら絶対負けてたな。完全にイカれとるスプラテルフってエルフ、オッケー。はい。で、カエル。いやー、さらに動いてくるのか。でもこれ、こっから負けないよな、俺。マスカレーナして。これ、ゼロボロスとか出てくるか。
マスカレーナゼロボロス、エルフ蘇生効果ゼロボロスみたいなことしてくるか。あ、でも墓がなるから大丈夫か。墓がなるから多分エルフの蘇生対象を除外してあげればいいから多分大丈夫だね。うん、だし、うーわー、きしょ。なるほど、まあ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 いいでしょう、まあいいでしょう、まあいいでしょう。はい、どれかな、シュライユかな、エルフかな。あ、シュライユか。なるほど、いいでしょう、いいでしょう。いやー強いこのデッキで、エルフ効果、まあ並びすぎだってモンスター、やばいわ、クソやばいなこのデッキ。まあでも一応こんだけ引かしてもらったんでね、さすがにいけるでしょう、さすがにいけるでしょう。まあちょっと一回双竜効果使って、まあいらないカードをそうですね、まあリリースするのはまあ何でもいいか、結構何でもいいですね。これでエルフをバウンスしたい。エルフはメインフェーズ中にしか使えないから、まあ多分これバウンスされるか、レッドリリースするかどっちかしかなくて、でエルフ効果って言ってきたらカカアナでいいから、多分今の今何でもいけ、今大何でも大丈夫だった多分。ちょっといや時間ないですね。あ、時間ないですね。これ大丈夫ですか、僕これ大丈夫ですか、これ、これ僕時間足りますね、これ。トロイメアユニコーン、はい、効果発動。ちょっと待って、コスト選ぶのめんどくさ。アンコウが強いな。アンコウ。で、対象は、これ。で、カード1枚ドロー、1枚戻し。で、マスカレーナ使うかどうか。ですね。まあ、使っても使わなくてどっちもいいですよ。はい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 、はい。マスカレーナ効果。でも出てくるモンスター、これ多分そんな強くないんですよね。あ、ドルイドブルムか。それは杖だ、なるほどな。これドレイドブルム巻き込んでリンク4か。もしかして、え、これサロスエレス出てくる。もしやもしかして、やばいこと来た、な、出てきそうだな、やるね。いや、つえつえこれ、マジやば。めちゃくちゃ出張ってくるじゃん。で、ドルイドブルムの効果も発動するから、一応、選んで墓地送りが1枚入って、で、クルヌギアスの効果で、フィールド上のモンスター全部無効になって、で、ドルイドブルムでトロイメアユニコーンが墓地送られると、まあ、これじゃさすがに墓穴できるな。これ墓穴で一応止められる。はい。いや、これ、やばい。ちょっと時間がやばいわ。時間がやばい。30秒しかない。これ、キル取りに行くの無理じゃね？墓穴。まあ、うららでいっか。まあ、墓穴でよかったよ。うらら。はい。これはやばいですね。これはやばいですわ。これはやばいですよ。非常に。で、アンコウで、やばいやばいやばいマジでやばい。ちょっと時間が、ちなみにアクセスコールどうかちょっと今回入れてなくてですね、はい、なんと今回ちょっとね、アクセスコールどうかを入れておりませんので、まあ、ちょっと枠の都合ってのもあるんですけども、やばいですよ普通に。これマジで時間足ります、僕時間足んなそうやな。もう殴りに行くしかないか。もうダメだこれ、多分これやってたら時間ないわ。これ殴りに行こう。ちょ、除外で、ちょ、うるさいで、こうして、バトル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 、やばい、あぶない、あぶねえ、いや、妨害あんま残せなかったら、無限、あぶねえ、よかった。
やー激闘でしたわ。リック召喚、現れよリックよ、ドライブリゲード強調のストライク、リック召喚成功時効果発動、効果発動 OK。 あー疲れたー、これで疲れます。はい、っていうかスプライトが強すぎます。やべえ、ちょっと効果発動する必要があったから。はい、さあバトルフェーズだ、いけー、ライクで2連打だ、しゃー対戦ありがとうございました。いいディルだったぜ。スピードもなー、リンク先がなんか左下だからな、それしか向いてないと。ちょっとドライブリゲードってやっぱバンバンリンクモンスターを前に出していく、デッキだから、ちょっと若干なんかそこがなんかそのギガンティックスプライドとか入れてる枠はあんまないんですよね、今の構築だと。ディバイナー、何これ、ティアラ、うわー暴発してくるやつ、暴発してくるやつ、うわなんかすげえキメーカー入ってるな。フィードバック、どういうこと、フィードバック減明、死ぬほどドロソー入ってんじゃん俺。何このデッキ、わけわかんねえ、なんだこれ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、うわ手札マスターズでケルベ切ってる、やばやってることやば、えフィードバックセットしてるよ。え、フィードバックってなんかあれだよね、お互いのエクストラめっちゃ除外してるみたいなカードだよね。墓地送るカードか、なんかわかんねえ、ドライブリゲードこれだ。で、強欲で謙虚な壺を、はい、 DD ダイナマイト、え、おかしいな、 DD ダイナマイトはなんかボットが、 DD ダイナマイトボットとかいうなんか地獄みたいなボットが遊戯王マスターデュエルでは流行って、そのせいで純正限カードになっているはずだぞ。あれフィードバックは、そうだね、 裏側で除外するという効果。そしてスタンバイフェーズ、ね、何バカな、そのデッキはもう絶滅したはず、なんでまだいるんだよ。